まあそうですね、あれだけの戦いを見せられると、はい、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおー、いきなりいった、ぐらついた、あっとしかし右を入れた、あっやっと手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、カウントに、いや、さすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ、まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ、階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いや、しかしカシメロの方はキレありますね。やはり序盤強いですねカシメロ。いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。ナッチャブジャブ、ここで左フック、これサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しフェイントを入れました。サンチェスそこに対して右から、サンチェスも返した、あ、左、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、攻勢一方か、いや返す、いいですね、返している、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ただタイミング合ってますよ、左フック、右から残りは40秒少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね。2度目のダウンは思い切り効かされました。残りは30秒、左を返した、合わせにいってますね、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ、止めた、終わったー、